ファンタジーナは歌えなかった。歌うことが大好きでいつも歌っていたけれど、少し赤い巻き毛とキラキラしたその瞳を褒められることはあった。でも誰も彼女の歌に気を止める人はなかった。彼女の歌には特にこれといった特徴もないし、声もか細かったから。ある日、そんな彼女に事件が起きた。それはもう生きていても仕方がないというほどのものだった。もういいや。その時、全てを諦めた、その時、彼女の奥深く強くもたげてきた感情、ずっと思ってきた生まれ変わったら必ず自分だけの歌を歌うんだという夢、それを次の世ではなく今やろうと。持っているものを全てを捨てて、たとえ誰も聴いてくれなくても歌うのは私の自由。そして歌い始めた時、その歌は不思議なことに今までとはもう全く違うものになっていた。心が、気持ちが歌に乗って、それを感じながら、ずっとずっとずっと思い続けてきた自分だけの歌を歌いたいという思い、強く願えば必ず叶うということ、それを歌い続けていく。人の目に映る全てはイリュージョン、それはハートメイドのイリュージョン。踊ろう、まだ知らないステップ
たメロディーに愛がほころんでる心の中で輝く時をそれは待っている Thank you.